ありがとうございます。ということでですね、はい、まあ、今回久しぶりにせかしときました。はい、何ヶ月ぶりかちょっと忘れちゃったんですけども、まあ3ヶ月ぶりぐらい、そうですね、そんなもんですかね。まあ、前回のあのセカストが3000回とかを超えましてですね、はい、まあ、だいぶあの好評なんじゃないですか。はい、はい、って感じで、まあ、今回もねセカスト、まあ、いろいろ回っていきたいと思うんですけども、はい、3店舗くらいですか。はい、はい、まあ、千葉エリアですね。ですね、はい、1店舗目浦安店来ました。はい、伊原期待の、はい、俺好きですから、ここ浦安店でね最初来た時いろいろ見つけてますから。はい、まああの時とちょっと服装変わってるんで何とも言えないんですけど、達坊の中では一番服が期待していますね。達坊っていう感じなんですか今日は。はい、わ、はい、かりました。じゃあまずちょっと最初1店目行きましょうか。はい、浦安店行ってきますよ。はい、行きますよ、せーの、ディグっちゃうぞ。まあ、こんな感じでやらせていきたいと思います。漫才みたいにするんだ、はい、お前。はい、じゃあちょっと早速行ってきます。はい、お願いします。おお、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、どうですか。買いました。おー、おめでとうございます。青いアイテム買いました。青い、真逆やん、今日。いや、わかんないよ。わかんないことあるんですよ。リバーシブル的なね。うん。あ、値段見えちゃう、見えちゃう。ということで、まあ1店舗目ね、浦安店1店購入あったということで、はい、僕はちょっとなかったんで、次以降で狙っていきたいですね。やっぱ良かったね。いや、いいもんめっちゃあった。俺結構好きや、やっぱり。うん。ちょっと2店舗目まだどこ行くか決まってないんで、はい、ドライビングしながら、まあ俺のドライビング技術を駆使しながら探していきたいと思うんで、うん、まあちょっと千葉方面に向かっていこうかななんて、はい、そんな風に思ってるんで、はい、ぜひね、そっち方面で探していければいいかなと思います。はい、じゃあ、向かいましょう。行きましょう。行ってきます。ほい。うわ、お前、荒れるで、コメント欄。はい、ということで、はい、向かっておりますけども、はい、まあ、ついに決まりましたね、2店舗目が。決まりました。成田ですか。はい、成田店へと向かっております。はるばる。はい、どうすか、1店舗目で変えてましたけども、この先の2店舗で狙ってるもんとかあるんですか。いやー、でもちょっとあれですね、あのインナー欲しいですね。インナー。はい、スウェットとかアンダーマー系とかですか。違う違う、それピチの方や、うん、いつもの、まあ、タツボーよりはジャスト目の、まあ、スウェットとかですかね。誰にも浸透してないタツボー。結構タツボーって呼ばれるんですよ、僕。そうなんですか。はい、まあね、僕もあれですね、スウェット今欲しい、ニットもそうだけど、うん、あ、だからそれで言うとキャップとか欲しいかも、より。あ、だ、小物ね、アクセサリー欲しいって言ってたし、小物系がやっぱり欲しいかもしれん。でもヤギ小物小物言って変えたことないからな、あんまり。マジでない、全然ない。小物が一番むずいんちゃう、これ下手したら。別にむずくはないんちゃう、セカストはめっちゃあるし。何でもいいわけじゃないからね、俺の場合は。まあ、変に、うん、変にこだわり強い人多いと思うよ、でもやっぱり。まあ古着だからな、うん、それこそお前だって別にこだわりあるやん、そのサイズがちょっとこれ長い。だから別にアクセサリーにないっていうだけ。アクセサリーなんもないの。別にこだわりだから、多分そこまで。じゃあガチャガチャのあのなんかおむすびリングみたいなのもいいのかな。おにぎりリングでもいいってこと。だからあれをめっちゃ加工しろ、古くしたらいけるかもしんない。焼き鳥リングとかもありますけどね。よく知ってんな、はい、お前。実はお前が好きなんちゃう。まあそんな感じでやってますよ。はい、はい、まあだからそろそろもう着きますよ。見えてますよ、もう次信号変わったら着きますからね。いや、ヤギ買えますかね。買えますかねっていうか、まあいいものありますかね。いや、なんか買いたいよね、うん、3,4 店は買いたいですよね。貪欲。あと2店舗で、成田店はね、何回かプライベートで行ったことあるんですけど、まあ確かに結構多い方なんちゃう、うん、3,4 回あるでしょ。古着エリアみたいなのはちょっと少ないっちゃ少ないんだけど、うん、まあ、その中に結構いいのが紛れてたりすることもあるから、そこ結構期待はしてんだよな。だからね、直近で言うとね、成田さんとかありますから、はい、年末年始成田さん行く方、これ行ってみてください。ここ成田さんめっちゃ近いからな、はい、5分10分くらい、まあ、ジョンソンマーケットとかそうっすね、ありますんで行ってみてほしいですね。成田といえばやっぱジョンソンですからね。でもジョンソンえぐいセールとか、なんかその詰め放題とかなんか毎回やってますから、あの行って損なし。まあ、年末年始要注意ですね。まあ、もしかしたらね、ヤギナインティーズいるかもしれないんですけど。勝手にお前変なこと言うね。いや、まあ伏線貼っといていなかったら、いや伏線貼っといていないっていう。めっちゃ詐欺みたいになりますからね。まあ、着きましたね、
そんな混んだ、なんやかんや、ね、やばい、すごい混んでる。めっちゃ混んでんな。開いてないやん、駐車場。どうするか。1個開けますね。じゃあ、行ってきます。はいはい、探してきます、成田店。はい、お疲れ様でしょう。お疲れ様でしょう。ということで、はい、成田店ありませんでした。まあ、早めに見切りをつけましてですね、次は印西、千葉ニュータウン店ですかね、あれですかね、ビッグホップ店っていうんですかね、はい、に、向かいたいと思います。あそこ確かね、スーパーセカンドストリートなんだ。あそこでかいよね、横にこう、ブンみたいな。めっちゃ物であるから、俺あそこで狙ってんねん、実は。ああ、そうなの。2、3店狙ってんねん。マジ。うん、行けんのあれば。はい、じゃあもう早速ね、向かっていきたいと思いますんで。はい、こっから暗くなるの早いですからね。ほんとで、もう30分もしたらもうないよ。ん？ん？何が？太陽いや、太陽がね、なくなるってことね、うん、じゃあほな、向かいたいと思います。はい、はい、次は真っ暗になってます。はい、お疲れさんでしょう。はい、ということで、はい、めちゃめちゃ暗くなりましたと。印西のビッグホップのスーパーセカンドストリートに向かっております。はい、どうすか、2店舗を終えて。まあ、購入品は相変わらずって感じだけど。あ、僕買いましたよ、もう1個。なんすか、なんすか。動画回してないですけど。何、動画回さないで、なんかどっかで買ったってことですか。さっき成田に来たじゃないですか。はいはい。で、近くにね、はい、ジョンソンマーケットさんがはい、お店やってるっていうのを嗅ぎつけまして。あれだよ、巷で噂のめっちゃいい古着屋さんじゃないですか。はい、ジョンソンマーケットさん寄ったんですよ、はい、したらいいもの見つけて、はい、買っちゃいました僕。それだけ紹介しちゃってもいいんじゃないですか。紹介セカストとは関係ないんで。じゃあ紹介します。スウェット。あ、いいっすね、めっちゃ可愛い。見てください、これ。あ、そんなインディアン系や。インディアンな的に、しかもこれ、ね、可愛いのが裏に入ってんで、ね、ほら、あ、スヌーピーっぽいな、確かに。スヌーピーも後ろに入ってるやん、うん、最近は。まあ、最近というか、まあ、ヴィンテージ界隈で。バンドブースタークラブって書いてありますね。へー、で、これね、言ってないね、お前もええって言ってる。こういうタグ、てかね、サイズがね、タグがね、これジョンさんと喋ってたんですけど、こういうやつです。ごめんなさい、聞けてるかな。ちょっと車止めて。ちょっとすいません、ちょっとそれできない。車止めて。それできないです。しかもこれ、メイドインテキサス USA なんですよ。おーい、しかもこれ、ハンバーガー正確なんですテキサスバーガー言うてな、マックのな。しかも 4X って書いてあります。 4X? 4X サイズ、はい、あ、めっちゃでかかったもんね、それ試した、うん、で、俺でも結構気だるさ、うん、満々に出せるような感じで買えましたと。いいっすね。で、こちらお値段、5200円で買えました。あ、割引聞いて。割引聞いて、あ、はい、やばい。元に6800円とか、何もそんなにいかないんだ。5800円ぐらいでした、ね、はいはい、で、割引聞いて5200円ちょいぐらいでしたね。5200円か、はい、やばいね。ちょうど到着しました、ビッグホップです、はい、なんか商業施設なのかな、ここは。そうだね、ね、観覧車とかあるし、はい、ショッピングモール的な感じで、うん、その中の一角に、一角にスーパーセカンドストリートが入ってますと。まあ、ここもね、結構セカスト界隈ではでかいんじゃない、やっぱスーパーってついてるくらいやから、うん。あと30分ないんで、閉店時間まで。そうですね、ちょっと、はい、時間が押してしまっているので、はい、急いでディグっていきたいと思います。はい、30分ディグってやつですね、これが、はい、巷で人気の。いくよ、はい、ディグチャーズ、かっこいいバージョン。ディグチャーズピース、かっちょいい、うん、一緒にやって、憧れる。せーの、ディグチャーズ。はい、ただいま、買ってきました。俺も買ったよ。さすがスーパーでしたね。はい、めっちゃ良かったわ。2人とも買いました、はい、ただね、30分ディグじゃちょっと少なかった時間、うん、あとほら、うん、見て、次赤系のアイテム買いました。あ、めっちゃ多いね。いや、ちょ、お前かぶせてくんなお前。すいません。ということで、まあ印西ね、ちょっともっと見たいわ。よかったね。 あと3時間ぐらい見れるかも、下手したら。やばすぎだろ。あ、それ下手しすぎたな、すいません。お前、その俺のツッコミも分かってたよ。絶対決めてたよ。次ツッコんでやろう。決めてたな、お前って。購入紹介も飛ばしましょうか。はいはい、じゃあ、数日後のヤギナインティーズさん、お願いします。購入紹介、
はい、ということでセカンドストリートをね3店舗回っていったんですけども、その中で購入した商品がお互いありますので、紹介していきたいと思います。エアコンピッ、ええねんお前それ、ちょい映り込んでまあ確かにこれなんだろうって思われるからな。はい、まあということで、うん、物あるとボケるからこの辺に、ま、物置かないでもらっていいですか。誰に怒って誰に怒って。ということで、じゃあどっちからいきます？じゃあ僕から。はい、お願いします。僕2点買いました。多いっすね。はい、まず1点目、青のミッキーです。あー確かにな、あ青やな、青だ、うん、でこっちを取ったってことやな、お前実際あのこれね、おしゃれやな、浦安店で買いました、うん、あの見せたやつね、青のセットでやってたやつ、うん、これミッキーね、めっちゃなんか肌荒れしてるミッキーね。でこれね、このこういうちょっと雑魚い感じ、俺の好きな雑魚スウェットって感じ、タグはないんだけど、ね、そう、これめっちゃ可愛いなって言って、でサイズ感もまあちょっとゆったりぐらいかな、うんうん、でかすぎはしないんだけど、はいはいはい、めっちゃ可愛いで、ミッキー一応探したからめっちゃいいなと思って買いました。いいっすね。これが浦安店で買って税込み2200円とかが、あ、めっちゃ安いよな、ミッキー最近高いからな。確かに上がってますからね、うん、古着注文はだってセカスでもさ7、8000円ついてるもの結構あるやん、はい、この前見たのね、めっちゃ可愛いなって、白のボディになんかちょっと、そう、緑のミッキーみたいな、うん、古い感じのミッキーだったけど高かったな、あれ高かったな。じゃあ2点目、はい、2点目はサーマル。おお、おサーマルさんや。ゆったりめのサーマルを買いました僕は。いいね。はい、これね、この下がちょっと切りっぱなしっぽくなってる、うん、これはね多分ね古着じゃないんか、こういう見たことないやつ、うん、ブランドなのかな。ほら、はじめまして。はじめまして。あの俺結構サーマル探してまして、あのピークさん動画とかでも見てたんですけど、はいはい、あんまりね、いいサイズっていうのに出会ってなかったんですよ、サーマル欲しいと思ってから、うん、で、なんかやっぱ身幅狭いものとかも多かったんですけど、これ結構ゆったり着れるんですよね、うん、俺の服で言ったら割とジャストめなんですけど、やっぱさ、そのジャストめなアウターとかあるやん、あります、アメカジっぽいような、うん、そういうのを着るときにこれめっちゃ便利と思って、めっちゃいいなと思って買いました、はい、で、これね、あの2人で焼肉行ったんですけど、それ洗濯して多分ちょっと縮んじゃったかもしれないなっていうなんだお前そのなんか雑魚理由だから、あの皆さんね、これサーマルは縮みます。それはさ、みんな分かってるから分かってる、え、俺が気づいたんじゃないのこれ。お前がさ、発明しましたみたいな感じでやめてもらっていいですか。ちょっと縮んでる臭いんだよな。まあいいですね、やっと手に入れたって感じですね。これが3000円ぐらいだった。おお、スウェットより高いよね意外と。そうそうそう、でもねやっぱね、このサイズのサーマルない、確かに、から俺はもういいや、全然いい買い物なんじゃないですか、うん、めちゃめちゃ良かったですね、うん、はい、以上ナイスショッピングでした。ナイスショッピング、あ、ごめん、ナイスショッピングでしたって自分で言っちゃった。ということで、じゃあ続いて、あの、はい、僕、いきます。はい、はい、僕が購入したもの、こちらになります。でこちらね、あのピークスさんで発見した、あの気になってたシャツと、まあ、同じで、ブランドもセントジョンズベイで、はい、あのデザインとかも多分一緒なんですけど、サイズがね、これ S なんで、はい、ピークスさんの M だったんです、確か。あ、だからちょっと、ね、そう、ちっちゃいんですけど、まあでも欲しかった感じのやつだからいいなと思って、その最後の、はい、インザイのコップ、はい、スーパーセカンドスリートで購入しました。で、お値段が、1760円です。ちなみにこれなんと伊原が見つけたんですよ、珍しく。だからね、もう30分ディグだとか言ってそのめっちゃさ、最後さ、もう時間ない中2人で探してたやん、うん、そしたら達也が「これよくね?」とか言って、そしたらそのピークスに置いてあったやつと同じやつで、そう、俺が買いだろこれ、買わせていただいたということで、色可愛いもんな、うん、ということで、そんな感じのセカストでしたと。はい、ナイスショッピング、はい、ありがとうございます、よかった、滑り込みセーフ、はい、ありがとうございます。では、そういう感じでね、はい、まあ、久しぶりにセカスト巡りやってたんですけども、はい、ちょっとね、時間が押しちゃってて、あの時。そうですね、印材とかは、ちょっともう一回他の時に行きたいなって俺個人的にはね、思ってます。そう、言ってたね、印材結構良かったの、うん、そう、だからなんかね、細かく見切れなかったよね、印材、正直。なんで、まぁ、あ、ちょっとね、またあの次なんか機会があればゆっくりね、ディグっていこうかなと思っております。はい、ぜひね、皆さんも印材とか、まあ他のセカス近い方ぜひ行ってみてください。まあ、ということでね、まだチャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。